あのね、トレーナーさん、もう一つご褒美のお願い聞いてもらってもいいかな。ライス、小さい時よく絵本を読んでたの。絵本を読んで初めて夢を叶えたいって思ったの。だから今度はライスの番。みんなに夢を届ける、そんな絵本を書いてみたいなって。とある山奥にひっそりと小さな魔法使いが暮らしていました。しかし魔法の使い道がわからず、私の力は何のためにあるんだろうと悩んでいました。そんなある夜、外の世界が描かれた絵本を月明かりを頼りに読みました。絵本には外の世界で愉快に暮らす人たちのことが描かれていました。楽しそう、私も行ってみたいな。ワクワクした魔法使いは外の世界にとても憧れていきました。そして自分の魔法を使えば外の世界をもっと幸せにできるかもしれないと思うようになりました。夜が明け、朝になるとお日様が外の世界を照らします。魔法使いはみんなを幸せにすることを願って外の世界へと歩き出しました。ついに外の世界へたどり着いた魔法使い。周りは初めて見ることばかりで驚きに満ち溢れていました。こんな綺麗な世界で自分の魔法を使えたらなんて幸せなんだろうと心が躍ります。外の世界の人たちへ言います。魔法を使ってあなたたちの願いを叶えます。そして魔法使いが魔法を使おうとした時、人々がその場から逃げていきました。外の世界の人々にとって魔法は恐れられていた存在だったのです。世界の常識が魔法によって変わることを人々はとても怖がっていました。魔法使いは言います。私、魔法でみんなを幸せにしたいんです。それを証明しようと魔法で空を飛んでみせました。ほら、これならどんなところまでも行けるよ。しかし人々はもっと怖がって魔法使いを避けるようになりました。外の世界で一人ぼっちになってしまった魔法使い。私の力は何のためにあるんだろうともう一度悩んでしまいました。一人ぼっちになってしまった魔法使い。そんなある日、男の子が訪ねてきました。僕、鳥のように空を飛んでみたい。魔法使いは喜んで魔法を使い、願いが叶った男の子は笑顔になりました。わあ、すごいすごい。するとそれを見た人々は魔法使いのところへ集まってくるようになりました。怖がる人はまだいるけど、だんだんと周りに笑顔が増えてゆきます。魔法使いはみんなを幸せにしようとありったけの力でたくさん魔法を使いました。しかし突然、魔法が使えなくなってしまったのです。魔法を使うのに頑張りすぎて倒れてしまいました。今まで魔法使いを怖がっていた人たちは、魔法使いがみんなを幸せにするために頑張っていたことを知り、魔法使いの本当の気持ちを知って看病をしに来るようになりました。そして再び幸せの魔法が使えるようになる時を誰もが待ち望むようになりました。真っ暗に空が荒れ、嵐の日が長らく続いていました。山も怒ったように強い風が吹き荒れ震えています。いつまでも荒れ続ける怖い天気を青空に変えてほしい。誰もがそう願っていた時、魔法使いが姿を見せました。魔法使いはみんなに見守られる中、覚悟を決めて魔法を使います。
優しい風が吹き、一瞬で空が晴れました。山も青く、透き通るような綺麗な風が辺りに流れました。みんなはとても喜んで魔法使いを歓迎しました。私の力はこのためにあったんだ。魔法使いは人々に笑顔で答えました。こうして魔法使いは青くて大きい空のもと、いつまでもいつまでもみんなを幸せにする魔法をかけていきました。